湯本高校校舎福島県立湯本高等学校は福島県岩き市場版に所在する県立高等学校。通称、愛称は湯高。1990年代初頭までは岩き学区唯一の教学の進学校であった。近年課外活動が活発化している。文化部では吹奏楽部が名高い。全日本吹奏楽コンクールで3で休みを除き。 初出場から第62回大会まで10大会連続出場を果たし、また第52回及び第56回で金賞受賞を獲得した。また2018年と2020年には在籍部員から現役で東京芸術大学への合格者を輩出するなど好影響を及ぼしている。運動部では剣道部が男子団体において 平成22.23年度全国高校総体大会に連続出場し、平成22年度には全国高校総体男子個人準優勝も果たしている。また、水泳部が平成23年度国民体育大会水泳競技100メートル自由型女子個人において準優勝を果たしている。東日本大震災によって校舎三棟が大きく被災し、 加えて学校への侵入路が崩落したために、教育活動を行うことができない状況となった。このため、平成23年5月上旬から8月5日まで、岩木明星大学に、全校生徒と全教職員約1000名が一時移転して、授業や部活動等の教育活動を行った。その後、平成23年8月下旬に、本校グラウンドに、 プレハブの仮設校舎3棟が完成したことにより、校地に戻って教育活動を再開した。平成26年3月末までに道路及び校舎の復旧が完了したため、校舎での教育活動が再開された。全日制家庭運動系、剣道、柔道、弓道、卓球、水泳、陸上、テニス、ソフトテニス、野球、ソフトボール、サッカー、バドミントン、 バスケット、バレエ文化系、吹奏楽、文芸、合唱、写真、社会、美術、理科、書道、稼働、作道、ESS。ありがとうございます。